入れた。ちゃんと振り込んでおきます、はい、適当に混ぜたらおしまい。切るとで、ちょっと油気なんか少なそうなんで、オリーブオイル軽く入れて。イタリア料理は学び学、産業橋イタリアレストランレガールオーナーシェフ大川富美です。2日じゃないです、昨日は休暇日だったんです。で、去年の5月にコロナ明けて久しぶりにイタリア行って、ベネチアから入ってミラノに抜けるっていうルートだったんですけど、でベネチアからパドバっていう町で、パルマ、最後ミラノみたいなルートだったんですよ。で北イタリア行くの少し久しぶりだったんで、割と向こうの料理食べてたんですけど、まあ、ベネチアって言えば、まあ、その子牛のベネチア風とか、コウイカのセミニニポレンタとかいろいろあるんですけど、ベネツィア、ベネト州にキオッチャって町があって、そこの白い玉ねぎが一応、まあ、ベネツィアでも屈指のまあ名産物なんですよ。本当玉ねぎといえばキオッチャの白玉ねぎか、カラブリアのトロペアの赤玉ねぎで、玉ねぎをベースにした、パスタがあって、トルッキオっていうでっかい機械でこうぐる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 っと回してからひねり出していくビーゴリっていうパスタがあるんですよ。もう極太でザラッザラザラッザラしてる極太パスタなんですけど、それをビーゴリインサルサって言って、まあインはまあ前置詞のインで、まあサルサはソースだと思うんですけど、玉ねぎとアンチョビをぐったんぐったんになってこう炒めたソース、まあアンチョビ玉ねぎソースみたいなパスタですね。まあ割となんかいろんな人も YouTube でレシピ投稿してると思うんですけど、本場はキヨチの玉ねぎ、塩漬けのアンチョビで、オリーブオイルと、まあ、胡椒、まあ、チーズは使ってないはずです。まあ、かけてもいいですけど、の、まあ、シンプルパスタ。で、今日は、まあ、太いスパゲッティ 1.9 ミリを、まあ、ビーゴリに代わりにして、で、まあ、普通の日本の火の入った玉ねぎと、あとアンチョビオイル漬けで作ります。アンチョビと玉ねぎと、胡椒だけなんですよ。で、僕ビテロトナートを作る時もなんかこうバーニャカウダー作る時もアンチョビの油捨てちゃうのがなんとなく僕もったいないような気がしちゃって、どうせ煮込んでどんな油でもいいかなっていう気分なぐらいまで風味が飛んじゃうし、アンチョビとかそういう例えばツナとかの香りが結構立っちゃってるので、すごいいいオリーブオイルを使う必要もないっていうのがあるので、なのでまあいいや、作ったら説明します。まあ別にこう何人前とかっていうんじゃないんですけど、まあ、とりあえず僕はこのソース作るときは繊維に逆らって薄切りにします。で別に厚切りにしてもいいんですけど、ただまあ僕時間がかかるだけなんで、それを小鍋に入れて、だいたい玉ねぎ300に対してだいたいアンチョビは30ぐらいは入る。で僕はこの超特大のアンチョビ使ってはいるんですけど、家庭では多分カンカンのちっちゃいミニ缶使ってると思うんですよ。でだいたいアンチョビってオイル漬けなんで、僕のオイルもったいなくて、どうせ油いんだったら僕このアンチョビのオイルをこの中に入れちゃうんですよ、オリーブオイルの代わりに。でこの中のやっぱりオイルってアンチョビの香りがしっかり移ってるんで使わない手ないんですよね。ビテルトナと作る時も、まあ、ツナってツナの油にしっかり移ってるんで、したら今回火の玉ねぎなんで、ひねってるってことは玉ねぎ自体の成分が割と飛んでるんで、少しだけ最初水を足してあげて、で火をつける。全体的に鍋が温まったら蓋をし弱火する。でこの作業割と似てるのがバーニャカウダと一緒で、玉ねぎの繊維が
全部崩れ切って、でアンチョビと油と玉ねぎの繊維がここら辺混然一体になってるなっていうぐらいが割と理想です。でこれが新玉ねぎだと繊維が柔らかいんであっという間に水分出てきてぐっちゃんぐっちゃになるんですけど、冷えたのは少し時間かかるので、かといって強火にするとただ焦げちゃうだけだし、あと炒めてるわけじゃないんで、こう油とアンチョビが塩が玉ねぎから浸透させて水分を追い出して、でどん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 加熱によって玉ねぎの繊維がこうほぐれてきてで溶けてきてぐちゃぐちゃになってみたいなのが今回のパスタのベースです。ぶっちゃけ時間かかるんで、なんかテクニックとかじゃなくて、まあ時間が作るものだっていうふうに思ってくれればいいです。みじん切りじゃダメですかとか、ダイス切りでもいいですかとか、基本的にいいんですけど何でも、ただもう切りにした方がパスタに絡んで僕はちょうどいいよなーって思ってるので、薄切りがいいかなと思うんですけど、この時期だと30分以上は煮てあげた方がいいかもしれないですね。あまり焦らず弱火で30分みたいな感じです。はい、ある程度までいったら蓋をして入れる。それならあのタイマーしてください。あとは待ちます。もう準備万端すぎるな今回も。俺もなんか天才。こんな感じ、なんかこうバウニャカウダまでいかないまでもみたいな感じです。でこれを今回もって言っちゃっていいのか、ガルフォルの 1.9 で合わせます。 B、 まあなんかこう2ミリオーバーのマンチーニとか、ね、もしかしてスパゲットねとかあればまあそれでもいいんですけど、まあ、入れれば入れるほどやっぱり長いパスタは少しキレを少し求めちゃうんで、まあ、まあ、最悪、まあ、バリアルでもいいです。今日はガラファルの 1.9 11分です。入れるで、うっす、大丈夫です。したらさっきとこれ 300g の分量で何人前だろう、 200g ぐらいできるかな。ここに出して水入れて、で温めます。弱火っていうか中火っていうか、あれ見なんだろう、ベネットだとクリスマスイブに食べるとか、金曜日の魚を食べる曜日の日に食べるとか、意外となんかいろんな諸説あるんですけど、あの調べてみてます。教えてほしいぐらい、あ、もちろんなんか諸説ありすぎちゃって、割とね、キヨッチャの、まあ、白い玉ねぎ、もう皮も真っ白なんですよ。もちろん中身真っ白です。ちょっと新玉ねぎみたいなニュアンスの玉ねぎで、中に詰め物したりとか、グラタンにしたりとか、あとは玉ねぎ丸ごとオーブンに放り込んで、それをサラダに入れたりとか。はい、入れた。ちゃんと振り込んでおきます、はい、適当に混ぜたらおしまい。入れると、でちょっと油っ気なんか少なそうなんで、オリーブオイル軽く入れて、であえておしまいと。うわー、めっちゃシンプルだなこれ。どうなってんだよ。ここにまあ胡椒適当にかけて、はい、これがレガルのスパゲッティインサルサです。ビーゴリってことにしておきたい。こんなにビーゴリンサルサに胡椒かけてんじゃねえって言って怒られそうな気がする。わー、とった。おいしいな、シンプルで。ああ、ほんとね、バーニャカウダみたいなんですよ、玉ねぎの。30分ぐらい時間があるんだったら、
うん、だから俺使いだったら絶対これ辛いオイルかけてるな。玉ねぎとアンチョビだけできちゃうね。多分日本人もこういうシンプルなのが好きなんじゃないかなと思います。なんか玉ねぎちゃんとクタクタになってればそこそこ浅めでも、まあ、シャリシャリして美味しいっていう人もいるかもしれないし、あの好きにしてください。別にチーズかけてもいいし、本当はダメだけど最高、使うように絶対やった方がいいとか言いそう、なんかそばだったら。うん、お疲れでした。例えばフランス、パリ行くとありとあらゆる調味料の世界の調味料が揃ってて、肉を焼いたフライパンで醤油でデグラセするのは正直フランスじゃパリじゃ当たり前な話だし、世界のトップ50のレストランでも誰昆布シートのジュレのなんかごシートがあったりとか、軽さを求めるあまりブロードとかフォンドボーを使わないで昆布だしで場所を取るとかっていうのはもう今当たり前になってきてて、別に僕パリってその料理食べたくないんですけど、ただそういう話じゃないと僕は思うんですよね。僕なんか料理って例えば三角形があるとすると、小倉智美っていう個性と日本人っていう個性とイタリア料理っていうカテゴライズの三角形でどうやって自分らしい料理を作るかっていうことがレガーノにとっては重要だと思ってるんで、他のシェフたちが別に和食でも中華でも何でもいいんですけど、じゃあ僕はまあとあるあのチーテの吉田さんの豚バラとレモンの酢豚は好きですけど、いや酢豚は黒酢で作るもんだし、この酢で作るもんだしとか、パイナップルが入ってるもんだしっていう人は別にそういう酢豚は食べたらいいと思うんですけど、ただ日本に住んでいる以上、日本で手に入る食材で料理を作るっていうのは僕は当たり前の話だと思ってるんで、例えばイタリア人が日本に来てイタリア料理を作った時に、日本の素晴らしい食材でイタリア料理を作らないかって言われたら、もう絶対作ると思うんですよ。もしイタリア人が日本にいたら絶対マツタケも使うし、絶対スラチも使うし、絶対アマダイも使うし、絶対サンマも使うと思うんですよ。だったら僕は使うべきなんじゃないかと思うんですよね。ただ調味料は使わないですよ。醤油も味噌も、まあ言うときないですけど、みりんも返しも使わないですけど、ただ食材は使います、日本の。ただ日本の調味料は使わないようにしてますけどね。それを考えると、別に和食の人がトマトとかレモンを使っても、この手法とか調味料とかが和食のそれと一緒だったら、僕のいつも口を酸っぱく言ってるカクテル理論と同じなんで、調理法は一緒で食材をスイッチしただけなんじゃないかなって僕は思ってますけどね。ただ自分の料理を見てそういう風に捉えてる人がいたら、まあ小倉智美はそういう料理を作るんでごめんなさいとしか言いようがないですよ。コンテッセの当初のダビデと娘の19歳のアンナが2人で日本を訪れていて、プロセッコ自体はベネト州の、まあ、ベネト州を代表するスパークリングワインなんですけど、まあ、どこ行っても飲めるんですよ。例えばトスカーナのレストランでちょっと待ってる時にカーブ1でプロセッコを出てきたりとか、その中でもコンテッセのエクストラドライのプロセッコはイタリアでもトップ3に入る泡で、でそのクオリティなのにめちゃくちゃコストパフォーマンスが高いってことが僕はすごいなって思うんですよね。まだ知られていないメジャーでもないイタリアワインにフォーカス当てて、小松さんとあとはレガルグループ全体でワインを選んで、そういうワインをワインセットで話しちゃったらもっとリーズナブルに紹介できるので、そういうワインを紹介してるんですけど、もちろんね、すごい高くて美味しくてフィネスがあってバロールとかバレバレスコとかブルネロとかもちろん美味しいんですけど、そういうワインだけが
イタリアンワインじゃないってことを伝えなきゃなと思って、今回はコンデッセのプロセッコをワインセットに入れて、でなるべくリーズナブルに楽しめるように組んだ感じです。コンデッセのダビデさんとアンナさんが来て、でそれを軸にしたワインセットを組みました。はい、正直言ってワインのインコール差を一社に絞ったからこそできたクオリティと、うん、また値段の、うん、本当に両取りみたいなワインセットなんで、はい、いつもとは違う、また違う毛並みのワインセットですけど、おすすめです。はい、このワインセット、特にこのバルベラは良かったし、赤は両トップで美味しかったし、泡もいいし、泡良かったですね、泡も良かったですね。